大したことはしてないよ。あ、こういう時はライスで治療するって覚えておくといいかもね。ライス？ご飯ですか？レスト、アイシング、コンプレッション、エレベーション、捻挫や肉離れの時の手当ての手順なんだ。覚えておくときっと役に立つと思うよ。